最近なんだろうな、アフィリエイトメディアとか苦しいじゃないですか。苦しい、うん、結構めちゃくちゃ売りに出てますよね。そうですよね、はい、はい、なんで今からそこをやろう。別にベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今回もですね、ユーザーからの、はい、問い合わせ、はい、質問回答編です。よろしくお願いします、はい、お願いします。 M&A 前提で会社を作る場合、はい、気をつけることはありますか。まだ僕らだけじゃなくて、うん、M&A 前提の会社とか経営者めっちゃ増えてますよね。そういう時代なんでしょうね。そうですね。気をつけるべきこと、まあ、はい、デフォルトで死んでるみたいなのやめた方がいいですよね。どういうことですか。なんか最初からもう無理ゲーみたいな、まあ、分かりやすい例だとビジネスパートナーになんかもう反社会的組織の方々がちょっと一部にいらっしゃるとか、どんなに成功しても後で行き詰まるみたいな感じの座組で始めちゃうと、まあ、やっぱ難しいなとは思うんで、まあ、例えば人材紹介だって免許が必要じゃないですか、うんうん、そういうまあ許認可とか免許が必要なところでそれなしでやっちゃう、あるいはそれを取った前提でやろうとするとすごいコストがかかっちゃうみたいな事業をとりあえずない前提で始めてうまくいったら取りましょうみたいな感じでやっちゃうと、専門人材雇って回し出したら全然こう利益が残らないみたいなことになっちゃうと、まあちょっと難しいなとは思うんで、イグジット前提、じゃあ分かんないですけど1億で売りたい、5億で売りたい、10億で売りたい、全然いいんですけど、その規模感ステージ感になった時に必要なこうビジネスモデルと人材と数時間考えておくっていうことですかね、うんうん、まあでも売る場合でも売らない場合でもその辺って同じですけどね。本来的には考えなきゃいけないっていうのは、だけど売る場合はよりそういうところを意識するっていうことじゃないですかね。まあやっぱ売却しやすい事業とかしづらい事業にあんまりやらない方がいいとかはあるかもしれないですね。最近なんだろうな、アフィリエイトメディアとか苦しいじゃないですか、うん、結構めちゃくちゃ売りに出てますよね。そうですよね。今からそこをやろう、別に絶対ダメじゃないですけど、うん、ガーッと下がっていってる領域にあえて飛び込むっていう自覚があった上でやった方がいいん で、うん、で基本は成長してる領域とか売却するタイミング、例えば3年後はこの領域評価されるだろうなっていうところ、うん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 、現時点ではちょっと早いかもみたいなのでもいいかもしれないんですけど、うん、そういう領域を探してっていうのはありかもしれないですよね、うん、今からタピオカ屋を開こうでよっぽど工夫ないと厳しいじゃないですか。タピオカミルクティーダメですか。もういやダメしてわかんないですけど、僕は好きなんでいいんですけど、どうします、すみません、奥さんがタピオカミルクティー開きたいから500万出資してって言ってきたら貸し付けにしますそうですまあそういうことなんだと思います。なるほど、はいはいはい、あと僕も個人的に思うのは、はい、売る前提ですよね。ってことは買う人がいるってことですか。あ、はいはいはい、で数年後その人が買うっていうのが具体的に見えてないときついですよね、うん、利益が出てるだけでは買わないじゃないですか、はい、うんうん、バイネームでイメージできるぐらいがいいかもしれないですよね。あの会社ならきっとこの事業だったら買ってくれそうだなみたいな、そうそうそう、そういうことですね、何年後おそらく、はい、みたいな。そうですよね。例えば、うん、パパ活とか、はいはいはい、そういう系だと上場会社に売りたいって思ったとしても、うん、ちょっと領域的にグレーというか難しかったりして買いにくかったりするじゃないですか、うんうんうん、だそういうのでミスマッチが起こりやすいっていうのがあって、そうですね、うん、そういうのは気をつけないといけないってことですよね、うんうん、あとあれです、僕最近違和感あるのは売却する実績がない人が、はい、M&A 前提でっていうのは、うん、マジではって思うんですよ。いや知らねえだろ思いません。あ、いやでも、はい、それはほらなんか島越さんが言うとマウントになっちゃう。確かにマウンティングになっちゃうから、はいはい、応援してあげましょう。あ、そうですね、はい、はい、応援、はい、全然いいと思いますじゃあ次の質問いきます譲渡代金ですかね、はい、はい、譲渡代金についていくつか質問いただいているので、はい、回答したいと思います、はい、譲渡代金は、うん、アンアウトで、はい、3年にわたり分割払いを打診されましたが、はいはい、このような契約は一般的でしょうか、うん、長すぎますよね長すぎますね、確かにもう率直に長すぎますよね。いやもちろんね、ケースバイケースなんで、うん、いろんなパターンありますよとは言うものの、うん、3年払いって相当ですよね。売却代金どんぐらいなのか知らないですけど、うん、なんかこれが1000万とかだったら、うん、それもほぼ給料じゃないですか。そうっすね
そうっすね、給料以下ですよね。例えば売らない方がいいっすよね。だから1000万だとしたら毎年300万ずつみたいな。ああなるほどなるほど。ということは一般的ではないですね、一般的ではないですね、はいはいはい、僕らもさすがにこれはないですね、はい、中堅中小以下の案件で長くて2年ですね。ちょっと金額とかわからないですけど、うん、ちょっとやめた方がいいんじゃないですかとは。そうですね、まあ、基本アンアウトは、はい、基本的にやらない方がいいですよ。あ、そうなんですよ。僕らも、うん、そうっす、僕らも結構動画でアンアウトって言ってるじゃないですか。確かに、うん、だからなんか普通つけるもんだみたいになっちゃうのはちょっとそれ誤解を与えかねないなと思っていて、特に売り手目線に立ったらその譲渡したタイミングで全額入金の方が、まあ、当たり前ですけどキャッシュフローもいいし、うんうん、確定するじゃないですか。だからどう考えてもそっちの方が分かりやすいしいいですよねっていうのはまず大前提なんですよね、うん、ただどうしても買い手と売り手のその金額面を中心とした条件のギャップがあるときに、うん、まああと検討してもいいですねっていうことなんですよね。経営権移ってますからね。そうですよね、はいはい、まあ、以前の動画でも言ったと思うんですけど、アートだとどうしても売り手ってコントロールできないところも増えてくるので最初から考えることじゃないと思いますね。なので一般的かというと一般的じゃないし、はい、まあ、基本的に、避けましょうという感じですね。そうですね、基本的には設定するとしても、はい、自分だけでやるのはお勧めしないですね、うん、はいはいはい、それこそ、まあ、相談プロに相談した方が絶対いいですね、はい、じゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。